メイケリの近子です。この動画を撮影しているのが6月の1日なんですが、私たち2音卒の就活生にとっては内定出しのタイミングにもなるので1年経つのかと思うと不思議な気持ちになります。2号卒の就活生に密着するドキュメンタリーをスタートしたので、夏の間に外勤とか外婚のインターンに挑戦する人だったり内々定を目指す人に密着しているので、ぜひ毎週見てもらえると嬉しいです。ライブの反響も本当にすごくて、前回開催したイベントではメイケリの視聴者限定で先行スキップしていただいたり、そういうこともこれから企業さんにお願いしていきたいと思っているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、ちょうど夏インターンの選考が本格化してきているので、今回は分野ごとに特化したライブを告知していきます。ライブの内容もどんどん濃くなっているので、ぜひ参加してください。今回はなんと6月6日から8日まで3日間連続で女性向け商社 B2B メーカーのクロストークのライブの開催が決定しました。6月6日は15時から18時、6月7日8日は15時から16時半、1つの枠に2社以上の企業さんに出ていただくクロストークなので、たくさんの企業さんの話を聞くことができるコスパのいいライブになっています。今回の参加企業はこの通りです。農林中央金庫さんや野村証券さん、ブリヂストンさんをはじめとして女性が活躍する企業、また商社やメーカーの超人気企業の出演が決定しました。2号卒のこのタイミングなので、サマーインターンの質問はもちろん、早期選考があるのかだったり、給料といったぶっちゃけ話などなど、とにかく NG なしで質問していきますので、お楽しみにしていてください。今回も1点だけ注意点がありまして、 NG なしで質問していくのでアーカイブには一切残しません。これまでも残してほしいという声も多くいただいたので、絶対に見に来てほしいです。最後にお知らせです。今動いている2号卒の人は本当に優秀な人の割合が多いのと、メイケリを見ていただいている視聴者さんは情報感度が高く優秀で能動的という認識があるので、しっかりそのことを企業さんに PR するためにも事前登録をよろしくお願いします。1分でできるので、概要欄にあるフォームから応募してください。途中入退室自由で、とりあえず都合がつくか微妙な方も事前登録可能ですので、まずは登録をお願いします。さらに事前登録をしていただいた方には、もれなく全員こちらの特典がつきます。概要欄にあるフォームから1分で事前登録をお願いします。それではチャンネル登録と通知オンにして、6月6日からの3日間お楽しみにしていてください。ご視聴ありがとうございました。